まずは簡単な水槽を用意して計測してみます。水槽の長さは 80cm、 水槽の幅は 33cm です。それでは計算に移りましょう。 FIFA の基準によるとサッカー場の寸法は 105-68m です。サッカー場の面積を取得するにはフィールドの長さに幅をかける必要があります。105に68をかけると7140平方メートルになります。これは FIFA による標準的なサッカー場の面積です。1平方メートルの領域には1メートル1メートルの正方形の辺があります。このサイズの正方形がサッカー場に7140個も収まることが分かりました。ここはフィールド上のとても小さな広場です。ではこのような広場に水槽を何個設置できるでしょうか。サッカー場は1平方メートルであることが判明しました。水槽は3つまで設置可能。サッカー場にはそのような四角形が7140個もあり、サッカー場全体に21420個もの水槽が収まることになります。これは本当に感動的です。それでは理論から実践に移りましょう。まず水槽のエリアを土で埋めて、そこに芝生を植える必要があります。ご覧の通り水族館はとても広いです。例えば面積2640平方センチメートルの芝生を100匹のバッタが食べるのにどれくらいの時間がかかるか、すでに疑問に思っていると思います。まさにこの水族館のエリアです。私たちは芝生の選択には悩まず、最初に出会ったペットショップで猫と犬用の芝生の種を購入しました。この水族館の面積では種子は5パックだけ必要です。種子を良好に発芽させるためには、種子を3時間水に浸し、準備した土の表面に均一な層で分散させる必要がありました。次にこれらの種子を2番目の土の層で覆う必要があり、ハッシュで準備されたすべての土壌を十分な量の水で湿らせる必要があります。それで種をまいた後、最も興味深い部分、つまり待つことが始まりました。イナゴが食べられるほど草が成長するまで待つ必要がありました。約1週間が経過し、ミニ芝生は実験の準備が整いました。もちろん私たちの実験では芝生はサッカー場よりも長く約2倍であることが判明しましたが、これを考慮に入れるのは難しいことではありません。今100匹のバッタが必要です。知らなかったかもしれませんが、バッタは非常に貪欲です。バッタの侵入農業にとって最も古くから存在する危険な昆虫、例えば東アフリカの国々では人道上の大惨事につながる可能性があります。現在毎日合計2000億匹のバッタの大群が8400万人を養うのに十分な作物を食い荒らしています。イナゴはどれくらいの量を食べることができますか？成虫のバッタは1日に最大 2g の餌を消費しますが、これはその体重にほぼ相当します。1平方キロメートルを覆うバッタの群れが食い荒らす3万5000人と同じです。私たちの実験は事実と観察に基づいた大まかな数学的計算に基づいています。さて計算に移りましょう。このような2640平方センチメートルの水槽で100匹のバッタが草を食べるのにどれくらいの時間がかかるかを測定しました。5つの水槽の面積、100匹のバッタが5時間42分で食べられるから、1平方メートルに3つの水槽があると、17時間6分で100匹のバッタが食べられることになります。したがって、FIFA 基準によるサッカー場の面積が7140平方メートルの場合、次の乗算になります。7140×17.6=125,664 時間、100匹のバッタがサッカー場を食べるには必要です。日数で表すと5236日、つまり14年になります。あなたはこれを長い間言うでしょうが、それは時間だけです。これはわずか100人の個体に必要ですが、標準的な群れの数は4000万個体です。それでは4000万匹のバッタがサッカー場に群がった場合、どれくらいの時間がかかるでしょうか。この問題を解決するには比例の法則を使用します。
100匹のバッタが 125,664 時間以内にサッカー場を食べた場合、そうすれば40万倍のイナゴが同じ畑を40万倍の速さで食べることになります。125,664 時間を40万で割れると、イコール 0.314 時間になります。したがって、4000万匹のバッタが約 0.314 時間でサッカー場を食い荒らすことになる。この時間を分単位で取得するには、結果に60を乗算して 18.85 分を取得します。私たちの芝生は、サッカー芝生の2倍の高さに成長しているため、18.85 分を2で割ります。9.4 分になります。バッタの群れの数は4000万から8000万匹にもなり、稀に100億匹に達することもあります。今、あなたは想像することができます。これほど大量のバッタがサッカー場を食い荒らすにはどれくらい時間がかかるだろうか？面白いと思っていただければ幸いです。このエピソードが気に入ったら、ぜひ、いいね、をお願いします。同様のセクションに興味がある場合は、必ず続けますが、すでに他の昆虫と一緒です。コメントであなたのアイデアを提案してください。そして、私たちは、間違いなくあなたのために興味深いリリースを作成します。今のところはここまでです。さようなら、皆さん。